世界で一番短い聖書のお話の時となりました今日もロサンゼルスからお話をしたいと思います今日の聖書の箇所は求めなさいそうすれば与えられます,です祈りは私たちに与えられた最高の恵みの一つです私たちは祈りを通して神の祝福と神の 力をそのの中でで見ていくのです私たちがアメリカにチームを送った時のことでした。神様は私たちにこう言われたんですね。ダラスでカセッットデッキが盗まれれるとこう言われたんですで私たちはですね、ダラスで飛行機を降りてそしてウェイコというところに行く予定でした。そしてそれは指名でした。 A という人と B という人のカセットデッキが盗まれるとそれを聞いてですね A という人は非常に慌てたのですねそして祈り込んできましたカセットデッキが盗まれないように B という方は一緒に祈ったんですがすぐ忘れてしまいましたそしてその警告が与えられているにもかかわらずなんとチームでは 2人だけがカセッットデッキを持って行ってたんです A という人と B という人でしたそしてとんでもないことが起こりましたダラスでなんとカセットデッキが盗まれてしまったのですしかし2人のカセットデッキではなくて1人のカセットデッキでした A さんは盗まれないように祈り込んでいました その A さんのカセットデッキは盗まれなかったのです。しかしほとんど祈っていなかった B さんのカセットデッキは盗まれてしまいました。その時私たちは深い学びをしたのです。祈りをしていることと祈りをしていないことの違いです。祈りを通して神様は祝福を表します。どうもありがとうございました。